回展示します訓練の概要を説明いたします。前方地域に戦車および部品を輸送する輸送小隊は、輸送艦に敵ゲリラの襲撃を受けますが、小隊の保有する重機関銃等により敵ゲリラを排除します。敵との交戦により負傷者の発生、車両の故障、また経路上に不発弾を発見すると各種アクシデントに見舞われますが、これらの状況に迅速に対応する部隊の行動を展示いたします。大変お待たせいたしました。これより戦闘訓練展示を開始いたします。それではご覧ください。
地面を通し、上下の方向を使用状況、また、部員者が帰還し、走行不能、合わせて更新している間に、噂発見。了解、ご覧者は、ご操作対する応急措置を実施、入れ替え走行3名を、追い上げかけます。哨戒長は状況を掌握し、上級部隊への報告および支援要請を実施。哨戒長、ご乗車隊長、活動地区において敵兵を攻撃したが、これを排除した。なお、戦闘の被害者は、人員救援者は、7人もいます。報告します。また、更新中央に、ご視聴ありがとうございます。ご視聴は、皆様、緊急搬送、および、ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。次は、地面上了解。当社搬送ためのヘリコプターおよび、予算車両を組み替え支援する。当館が、被弾した車両を回収し、予算の車両完了後、前進を継続せよ。調査費用の報告により、中隊長は、航空隊および出発団全体に指導要請をするとともに、小隊長に車両を回収し、前進の計画を命じました。小隊は、このように、小隊車両を回収、小隊車の完了後、前進を再開する。小隊長は、この隊長を見つけます。第6弾、補佐団自体は、平成6年3月、
制度の問題、現役の高田なり政治問題として、ここ、桜田中央に搭載されました。開業以下、約10年と標準中ながら、東海、北陸、近畿、中国、東北地方の20、19県において発見されたが、高田南等の除去、および許可を実施しています。東海から現在までの取引席は、大阪高田等の現地距離、約2,300万泊、大阪高田の安全性を守る新幹線車両を合計4泊実施しております。なお、大阪高田の安全性の切り替えは来週11月6日の日曜日に大阪市城東区堀見の宮において発見されている米国製自転車の普及楽団1泊について安全化を実施します。近づいてきました。警戒員
員は近づかないよう説得しています。大人数が警戒員を取り囲みました。警戒員は格闘技術を持って敵ゲリラを排除します。ここで格闘技術について紹介します。自衛隊の格闘とは、多種多様な任務において射撃等に関する行動に制限を受けた場合、個人で装備する武器および武器により敵のあらゆる攻撃に対処し制圧する戦闘手段です。本日格闘技術を披露するのは、中部方面広報支援隊の芸能部隊から集められた格闘練習隊です。女性自衛官を含む自衛官隊員の格闘技術をご覧ください。
以上をもちまして令和4年度中間地記念行事訓練展示を終了します。半越館退場。あそこ空いとる。すいません。